佐竹義格は、江戸時代中期の大名。出は国久保田藩の第四代藩主。佐竹氏第二十二代当主。通称は玄二郎。藩には十四し下、自住、大前大部。第三代藩主、佐竹義所の三男として誕生。母は、伏瀬氏。幼名は、千代助、千代丸。元禄十三年十一月十五日、父、義所の着子となった。 兄、義内の創生に伴う措置であった。元六十六年四月一日、五大将軍、徳川綱吉におまみする。同年八月十二日、義所の死去により、家督を相続した。法営五年十二月十八日、十四位下自中、大前大部に助任する。聖徳元年四月十三日、初めてお国入りする許可を得る。 昭徳五年七月十九日、久保田城において、死去、去年22。方法皇は、天章院実現延伸。墓所は、秋田県は秋田市線三岳根の天徳寺。法永六年、半文章、秋田市官と解消する。また、父の時代に破綻した、犯罪制債権のために植林を奨励し、さらには、旧品対策にも尽力するなど、若くしてその才能を見せたが、 江戸屋敷の火災や原独自身による天災が相次いだ上、儀閣自身も死去したために、改革は失敗に終わった。性質はいない。なお、浅野綱町の娘と婚約していた。側室に平賀氏。一男あり。長男は創生したため、養子し義宝が継いだ。ありがとうございます。